メラボタイムをご覧の皆様こんにちは。群馬県産の畜産物のブランド化を考える女子会、通称ヒメラボ、メンバーの後藤です。前回に引き続き群馬の美味しいお店を紹介していきたいと思います。こだわりのすごい牧場直営の乳製品、やっぱりすごい、いろんな種類が、はい、いろんな種類、はい、10種類からありますね。こんな濃厚なんですよ。すごい、はい、どうぞ。ありがとうございます、うん、ではいただきます。フェイスガードを気をつけて。あ、そうでした。これがね、うん、ほんとドロッとしてますね。意外とこれもね、サラッとタイプ。ありがとうございます。あ、本当だ、すごいサラサラしてます。全然違います。いただきます。だからこれと、うん、すごい、全然違います。これが濃厚タイプ、これがサラッとしたタイプ。なんか前橋コンテストで準グランプリ受賞とあります。漬物有名ですもんね、群馬はね。ね、美味しいですよね。群馬は今漬物の生産量日本3位です。お、3位だそうです。これがおすすめのあれですか。そうなんです、私おすすめ、はい、今旬のお野菜のランキングで。あ、そうなんですね。ちょっと気になる干し大根さんって試食って できますか。すいません。ガッツリニンニクですか。匂っちゃいますかね。いただきます。本当だ、ニンニクの味がすごい強いです。たまんないよね、うん、うん、好きな人にはたまんないよね。クモクロフの社長、兵藤さんです。よろしくお願いします。社長、はい、こちらは群馬県民でおなじみの神々こんにゃくですよね、はい、こちらはどんな商品ですか。ですね、作り方は、こんにゃくを作って、それをスライス用してグツグツ鍋で煮て、それを乾燥させたものです。食物繊維の塊です。こう噛むからね、噛み噛みこんにゃくっていうのが一つ。これつまみに美味しいですよね。今ね、何種類かもあれ味があるんですよ。今日はビーフ味です。あ、そうなんですね、はい、こちらのですか、わらびというのは何なんですか。ちょっとね、はい、怪しいもの作っちゃったんですけど、はい、わらび餅みたいなとろっとしたこんにゃくで甘く味がつけて、色味付きなくで食べるんですよね。こちらもじゃこんにゃくなんですね、はい、本当は刺身こんにゃく作ろうと思ってたら、6年だったらこんな感じになっちゃった。そういうもんです。こんにゃくは料理にも使えるし、お菓子にもできる優れものですね。そうですね、はい、社長ありがとうございました。いや、どうもです。前の店ブレンバンさんのアップルパイが美味しいんですよ。ありがとうございます。ちぎらです。お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんなアップルパイが並んでいますが、はい、おすすめはどれですか。はい、うちはですね、あのキャラメルシナモンとこのバタークランブルが、あの一押しに押しといたところですね。結構大きくないですか、こんちのアップルパイ。大きいですよね。今日販売はじゃあ6分の1パック、8分の1になりますね。はい、このレアチーズパイも美味しそうですよね。はい、そうですね、おかげさまで好評いただいております。はい、いろんな確か味があったと思うんですけど、お父さんを食べたのは何味でした、はい、私いただいたのは多分キャラメルシナモンだと思います。本当は食べたいんでしょ。食べたいです。ちょっとじゃあお願いします。ちぎらさん、すいません、はい、試食させてもらってもいいですか。大丈夫です。お願いします。お持ち、はい、お持ちします。どうぞ、はい、ではいただきます。はい、ます、はい、お、ちょっと大丈夫ですかね。いいですが、すみません、いただきます。あ、あ、いただきます。うん、サクサクしてて中はしっとりでとても美味しかったです。皆さんぜひおすすめです。ちぎらさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、いかがでしたでしょうか。県商工会連合会では、6次産業化や県産の農畜産物を使用した食品製造業など様々な事業者をサポートしています。詳しくは県商工会連合会、またはお近くの商工会までお問い合わせください。というわけで、ヒメラボタイムでは
これからも美味しい群馬の農畜産物を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次回のひめラボタイムでお会いしましょう。さようなら。